アンフェタミン、アンフェタミン、とは、関節型アドレナリン受容体刺激薬として、メダンフェタミンと同様の中枢興奮作用を持つ。アメリカ合衆国では、商品名やダーウルで販売され、適用は、注意欠陥、多動性障害のみである。強い中枢興奮作用と、精神依存性、薬剤耐性がある。抗精神薬に関する条約の不評通。 日本の覚醒剤取締法では、フェニルアミノプロパノナで覚醒剤に指定されている。日本で乱用されてきた主な覚醒剤は、本校ではなく、メダンフェタミンである。密造と乱用が、ヨーロッパ諸国で横行し、主にフェニルプロパノールアミンから合成した、硫酸アンフェタミンの形で出回っている。さらに、アメリカ合衆国、イギリス、オーストラリア、カナダなどの国々では、 ナルコレプシーや ADHD の治療に用いられるため、処方されたアンフェタミンが横流しされ、高校や大学で最も頻繁に乱用される薬剤の一つとなっている。1887年、明治20年、ルーマニアの科学者、ラザル・エデリアーヌが、ベルリン大学で初めて合成した。アンフェタミンは、高額異性体を持ち、レボアンフェタミン、体とテキストロアンフェタミン、 体に光学分割することができる。アンフェタミンは多くの抗生神薬の母体骨格であり、MDMA、エクスタシーやメタンフェタミン、N メチル誘導体などを含む化合物群を構成する。アンフェタミン自体はフェネチルアミンの誘導体である。古くは硫酸ラックアンフェタミン、ラックマイナスはラセみたいであることを示すとして合成されていた。アメリカでは ラックアンフェタミンを主成分とする製剤はもはや製造されていない。今日では大部分が硫酸の形で用いられている。注意血管障害には、もしくはそのジェネリック品がしばしば用いられ、これにはラックアンフェタミンとヒクアンフェタミンが硫酸塩とサッカラートの形で、体と体が3、1の比になるように含まれている。効果は主にヒクアンフェタミンによってもたらされ、 引くアンフェタミンはこれらの作用が失われた後に吐き気などの副作用を表す。ユトマー、活性の高い方の光学異性体を指すであるデキストロアンフェタミンはモノアミン神経伝達物質のノルアドレナリン及びドーパミンの放出促進と再取り込み阻害によってクルル神経に作用する。セロトニンには影響しない。放出促進の過程では 消耗者アミン輸送対ベマット2に対する活性の発言が特に重要な役割を果たす。アメリカでの適用は注意欠陥、多動性障害のみである。軍隊のみにおいてはパイロットに対して疲労抑制剤として、また警戒体制や注意力の持続が要求される任務に付く際に与えられることが多い。日本では治療薬としての承認はない。 日本以外の国々では、メチルフェニデート、リタリン、コンサータなどとともに、注意欠陥障害の標準的な治療薬として用いられている。ADHD に対する有益な効果として、衝動の抑制力や集中力の増加、感覚器への過剰刺激や、非刺激性の減少などが挙げられる。これらの効果は、特に幼い子供に対しては時として劇的である。ADHD の治療薬。 アデラルは4種のアンフェタミン塩からなり、アデラル XR は同じ塩の徐放性、製剤版である。適切な用法、容量を守って使えば、食欲減退などの副作用は時間とともに軽くなっていく。しかしながら、メチルフェニデートよりも体内に残留する時間が長く、食欲や睡眠に関する副作用は重い傾向がある。また、 ナルコレプシーなどの睡眠障害の治療薬として使われてきたが、21世紀ではモダフィニルといった新しい薬剤も選択できる。一般的に習慣性や身体依存を生じさせることなく、長期間にわたって効果を得ることができる。さらに、難治性の抗うつ治療に用いられることがある。肥満の減量用途での利用を現在も認可している国家もあるが、 アメリカなどでは時代遅れで危険だと考えられている。実験医療には1920年代、大正時代から使用され始めた。アンフェタミンは1935年頃から欧米で商品名ベンゼドリンとして本格的に導入された。アメリカでは1937年に副作用のない素晴らしい薬として導入され、脅威の薬と呼ばれた。 日本では1941年頃、第二次世界大戦中から、ゼドリン、アゴチンとして導入された。アンフェタミンやメタンフェタミンといった、覚醒剤には、疲労感防止、水気除去、気力効用といった効能が書か,かれ、兵役に使われ、日本でも仕事の能力向上を精神科医が宣伝した。こうした、覚醒剤は日本でも、野戦の兵士や軍事工場の行員に、 能率向上として使われた。一方で副作用として1938年にはヤングがアンフェタミンに誘発された妄想状態を報告。1958年にはコンネルが42例のアンフェタミン精神病を報告し、覚醒アミン精神病という臨床単位を確立していった。日本で1945年に終戦すると軍部の保有した 覚醒剤の医薬品が民間に放出され、非行少年や売春婦に乱用されていった。乱用者が増えると中毒者の入院も増加し、効能表示が取り消され製造中よし段階的に、取り扱いは厳しくなったが、密造品も出回り、アゴチン、ヒロポン、メダンフェタミンの商品名といったラベルまで貼られた。1951年には覚醒剤取締法が制定される。 映画、バローズの妻の冒頭でも1944年のニューヨークの薬局でベンゼドリンを購入する場面がある。アメリカ食品医薬品局は1959年、昭和34年にベンゼドリン吸入器を禁止し、アンフェタミンの処方を制限したが、不法な使用が広まっていった。かつて、アメリカ空軍はアデラル、デキセドリンをパイロットの刺激薬として使い、 ゴーピルズと呼んでいた。作戦後には、パイロットが眠れるようにするためのゴーゴピルと呼ばれる、抗不安薬化つ睡眠導入剤、ゾルピデム、または、ベンゾジアゼピン系の睡眠薬である、が与えられていた。近年では、モダフィニルなど、アンパキン系薬剤の発展により、デキストロアンフェタミンによる、妄想症や不快感を生じさせることなく、警戒能力を維持することが可能になった。 アンフェタミンは長距離トラックの運転手、建設業関係の労働者、工場作業員など、労働時間が長かったり不定期になりがちなシフト、勤務者や単調な反復作業を行う者の間でも広く使われている。このためアンフェタミンは時に、レッドネックドラッグと呼ばれる、レッドネックとは首筋が赤く日焼けしている白人労働者に対する別称。タイでは、 缶詰工場の労働者に対し生産性を上げる目的で強制的にアンフェタミンを投与した事例が報告されている。ホワイトカラーもまた長時間に及ぶ過密なスケジュールの間注意力を持続させるためあるいは学習能力を向上させるためにアンフェタミンを使うことがある。数学者のエルデッシュはアンフェタミンを常用しており服用を止めたときは 研究がはかどらなかったという。また、アメリカの大学生の間で頭の良くなる薬として乱用されている、事例報告されている。戦後、アンフェタミンはスポーツの世界にも広まった。1960年、昭和35年のローマオリンピックでアンフェタミンを投与された、デンマークの自転車選手、ヌット・エネマルク・イエンが競技後に死亡して以降。 ドーピング防止策が進められるようになり、1974年、昭和49年に、アンフェタミンは禁止薬物に指定された。2014年現在、世界アンチドーピング機関の禁止表において、興奮薬に分類されている。晩年の力道山も衰えた力を隠すために、服用していたことが、タツ浜博マプロレスキの口から語られている、達ツ浜博マは間違えて、 アフェミンと言っていた。1960年代から70年代のイギリスにおいても普及しており、モッツ文化において重要な役割を果たした。後にはパンクスによって夜通し踊り続けるために使われた。ビートルズもデビュー前にハンブルクのクラブで夜通し演奏するためにアンフェタミンを服用していた。 分子輸送体を開口チャンネルとすることによって、ノルアドレナリンとドーパミンのストアを神経終末から解放する。また、シナプス症法からセロトニンのストアを解放する。エチルフェニデートと同様、アンフェタミンはドーパミン及びノルアドレナリンに対応するモノアミン輸送体を阻害することにより、それらの再循環を妨げる。これは、再取り込み阻害作用と呼ばれ、結果として、 シナプスへのドーパミン、ノルアドレナリンの蓄積を導く。これらの複合作用によってシナプス中の神経、伝達物質の濃度は急速に増加し、ニューロンにおいて対応する受容体への神経インパルスの伝達を促進する。中枢興奮作用を有する。短期的生理学的効果には、食欲減退、持久力や身体能力の向上、性欲、 生患の増加、不随運動、発汗量の増加、活動更新、神経過敏、吐き気、創用感、出来物、油肌、貧脈、不整脈、血圧の上昇、頭痛が上げられる。効果が消えた後に疲労感が現れることもしばしばある。過量はクロルプロマジンによって処置することができるとされる。長期的、習慣的服用、または過量による効果として、 新鮮、不穏状態、睡眠の時間帯の変動、肌荒れ、反射亢進、過呼吸、消化器系の狭小化、免疫系の弱体化などが見られることがある。興奮期の後に疲労、抑うつ状態が現れることもある。長期にわたって使用すると、勃起不全、心臓の障害、脳卒中、肝臓、腎臓、肺への損傷が起こることがある。吸入すると、 鼻腔の内部がただれることもある。短期的な精神的な作用として、注意力の更新、多幸感、集中力の増加、多弁、他者への信頼感の増大、社交性の向上、眼神幻覚、服用後のレム睡眠の消失が起こりうる。長期的な精神的な影響には、不眠、統合失調症に類似した、精神状態、攻撃性の増加、 統合失調症には付随しない、離脱症状を伴う習慣性の獲得や依存症の発症、非刺激性の増加、錯乱、パニックが挙げられる。慢性的に、あるいはかなりの長期にわたって服用すると、覚醒剤精神病に陥り、妄想とパラノイアが起こるが、処方された容量を守れば可能性は低い。アンフェタミンは、精神依存性が非常に強く、 慢性的な服用にされる。これにより極めて速やかに耐性が獲得される。アンフェタミンからの大役は命に関わる症状を起こすアルコールなどに比べ困難ではないが不快な経験を伴う。パラノイア、抑うつ、呼吸困難、不安、胃の全同、胃痛、死民など。そのため常用者は頻繁に大役に失敗するが、これが 体制の獲得や依存症への陥りやすさを物語っている。アメリカ食品医薬品局の有害事象、報告システムのデータから、殺人や暴力など互い行為の報告を調査し、アンフェタミンは4位の9.6倍であった。急性中毒による症状として、精神病、質検討式、一時的な統合失調症様症状、攻撃性の増加、妄想、開口障害、 下痢、動悸、不整脈、失神、異常高熱症、及び痙攣を起こし昏睡に至る反射更新が挙げられる。熱中症を起こした際には、冷却毛布が有効である。ロラゼパムやジアゼパムなどのベンゾジアゼピン系の精神、安定剤によって不安感が抑えられる場合がある。ハロペリドール、抗精神病薬の一種は、運動量更新や妄想に対処効果を示す。 併発する高血圧や不整脈にも対処しなければならない。体制がすぐに獲得されるため望みの効果を得るのに必要な量は増加していく。アンフェタミン依存症となった患者には不穏状態、不安、うつ、不眠、自殺衝動といった症状が現れることがある。多くの常用者は退薬中により多量のアンフェタミンを摂取してしまうサイクルを繰り返す。これは 非常に危険な状態であり、大薬を助けるために、他の薬剤が用いられることもある。反復的な使用によって、精神病症状、統合失調症に似たを呈することがあり、使用を中断すると収まるが、覚醒作用が少量の使用でも強くなる、逆耐性、監査の減少が見られるため、再び乱用すると精神病症状が再発しやすい。尿検査によって、 アンフェタミンの存在が確認できる患者には入院が必要とされることもある。指示治療が重要である。一度依存症にかかると長期間薬物から離れていても、些細なきっかけでまた逆戻りして元の依存症になってしまう。国際的には抗精神薬に関する条約で不評通に指定されている。日本ではアンフェタミン、フェニルアミノプロパンは 覚醒剤取締法の覚醒剤に指定されている。現在、医療用途として正規に認められたアンフェタミン製剤は、なく、不法な所持、使用により10年以下の懲役に処せられる。イギリスでは、アンフェタミンは、1971年、薬物乱用法とその法改正によって、クラス B の薬物に指定されている。不法所持により5年以下の禁錮。 注射器を用いた場合は7年以下の均衡よ、上限の設定されていない罰金に処せられる。アメリカでは、アンフェタミンとメタンフェタミンは、既成物質法のスケジュール2薬物、精神刺激薬に分類されている。スケジュール2に分類されるのは、乱用の危険性が高く、医療用途に厳しい制限の下で用いられており、重度の生理学的、心理的依存性をもたらす。 危険性が高い薬物である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。